ちは、アンチョビです。今日は5月の今日何日だっけな今日、27日、今日5月の27日で、前回の動画からだいたい4日か5日ぶりぐらいの動画撮影となっております。で、何から紹介しよう、というか、本当は前回の動画まで編んでいたうつぼソックス、オパールケイトのコットンで編んだうつぼソックスを水通しとかしたのでお見せしようかなって思ったんですけど、今日午前中お買い物に行った時にどうしても履き心地が気になってしまって、履いていってしまったんですね。で、結構気温も午前中からありまして、で帰ってきたら足の裏靴下もびしょびしょでみたいな感じだったので、ちょっとその出来上がったうつぼソックスはまた別の日に撮影してお見せします。すいません、どうしてもね履きたくなっちゃって。で、履き心地はね、ウールともやっぱり違って履きやすいし、で、まあ汗も吸い取ってくれるんですけど、多分ね3足目なんですよね、前回の動画で編んでいた靴、うつぼソックスが。で、そのせいかちょっとね手が緩くなってしまったんですよね。なんか気が緩んで編んだみたいな感じのね。だから若干履いた時に緩いかなっていう感じで、でも目数とかはね全然1足2足目と同じなので、ちょっとまた別のそのコットン糸、コットンのオパールケイトを買おうと思っているので、で次はね単色を買おうと思っていて、まあ色悩んでてまだ買ってないんですけど、それでねちょっとまた再挑戦してみようかなって思ってます。で、その余っているうつぼソックスだけしかまだ編んでなくって、インスタグラムにはシャボン玉ソックスをね同じ糸で編んでるんですけれども、なんせ指定の目数よりも私が普段編んでいる目数が少ないので、それに合わせてちょっと模様の目数を調整して編んだんですけど、前回そのうつぼソックスを編んでいた毛糸だとあんまりうまくね模様を写せなくって、そうインスタのね何日か前に普通、アップしてるんですけど、これだとシャボン玉ソックスの模様がとってもねもったいないので、そう単色をね買おうかなって悩んでたから、ちょうどいいやと思って、どの毛糸にしようかなって決めてからシャボン玉ソックスとうつぼソックスコットンね再挑戦しようかなって思ってます。で、今日は皆様これ見たことある方いるかな、部屋がねちょっとちょっと陰ってきちゃったちょっとライト持ってこようかな、ライト持ってきます。ライトを当ててみたんですけど大丈夫かな、なんかさっきまで晴れてたのに雲が出てきちゃったかな。で、これなんですけれども、これ前に編んでいた見えないそうベストなんですよね、見えないねそう編んでいて、これはオパールケイトの6本寄りの糸で編んでおりまして、で色具合がライトのせいでチカチカしちゃってるな、これ
とこっちライターってチカチカしちゃうんであれなんですけど、オパルケイトのこちらの6本寄りタイプですね。6本じゃなくて、あの4本寄りのやつもあるんですよ、これ。でもこっちは6本です。6本寄りのやつで、でこれでね、あのベスト編んでいて、なんていうのだったかな、あ、ベストじゃない、キャミソールって書いてあるね。キャミソール、これどこのだっけな、どっかに、あ、あれかな、ケイト・ピエロさんで見つけたやつかな。5章って書いてあるから、多分ケイト・ピエロさんからもらってきたやつなんじゃないかなって思うんですよね。うん。で、さっきお見せした方が後ろ身頃なんですよね。で、今前身頃を編んでいます。というのも、結構なんか気温が高くなってきたっていうので早くね、これを編んでしまわないといけないなと思いまして。ちょっとね、画面越しだとね、綺麗に写ってないんですよ。で、これは変わりカノコ編みって言うんでしたっけ。カノカミの目数をちょっと別の目数で編んでいるやつなんですよね、これね。そう、これを着て出かけたいんですよで、オパールケイトだからあのさらってしてるし、そうそうそう、楽しみなんですよね。なんですけど、編んだ時期がどれぐらいかな、もうちょっと寒い時期に確か動画内で編んでたはずなんですよねうん、いつ頃かちょっと忘れちゃったんですけど、なのでちょっと気温も高くなってきたということで、この子をね編み進めなきゃいけなくて、そう、で、まずこれを編む前に最近買った本をお見せします。じゃじゃーん、見てください、揺れちゃった旬のつけ襟、はい、今編みたい旬のつけ襟です。これね、Amazon で本をいろいろね、 Kindle とか探してる時にあの見かけまして、ずいぶん前に。で、買うかすごい悩んでて、で買わずに来たんですけど、ちゃいました。そう、いつも立ち寄る本屋さんにたまたまね入荷してて、一冊だけ、これ一冊だけ入ってて、あー買っちゃうかと思ってこんな感じ、裏面。これもね可愛いんですよ。うん、可愛くないですか。で、今着てる、あ、これじゃない、あ、まあ、うん、今着てる服とはまた別なんですけど、こういうね袖が、この服自体はあの袖も同じ素材なんですけど、袖が別の素材でポワってちょっとしてる黒のシャツっていうか T シャツ、なんていうんだろうこういうシャツを持ってるんですけれども、それに付け襟が絶対可愛いと思って、そう。で、この間あの完成しましたって言ってお見せした付け襟は、あのちょっとね首元が、あのその黒のシャツが結構キュッてしてる感じで、それにね合わなかったんですよ。なので小さめのやつをねちょっと編みたいなって思ってて、で、そんな風にね、いろいろ持っているうちに、これとね、書店で出会ってしまいまして、うん。ねえ、どれがいいかなって。ちょっとね、コンパクトなやつも合いそうだなって思っていて、うん。いやー、どれも可愛い。可
怖いな。あ、ビーズを使った付け襟もあるみたいですね。ビーズか。ビーズを一緒に編み込んでか。私には難しそう。あとね、アラン模様のフリルのやつとか、ミニマフラーみたいなやつもあるし、あとネックウォーマーもあるかな。うん、とっても可愛い。いやー、なんかね、結局付け襟あれ以降編み進められてなくって、うん、あの完成したようなやつ以外のやつはね、忙しさも相まってで、ツイッターでつぶやいたんですけど、もうみんなが編んでるトッカータ、いやー、あれかわいいなーってずーっと思ってて、でピッピちゃんとかヨッちゃんもね、編んでね、身につけてらっしゃって、すっごいかわいくってね、ーあれね、編み図買っちゃいました。なのであれもね、ちょっと使いたい糸ちょうど手元にあったので、あれもね、時間作って編むかなって思ってます。はい、そんな感じかな。ちょっと長くなりそうなので、今日は近況報告みたいな感じで何も編まずにですが、ここで終えようと思います。皆さんもね、これぜひ、あの、気になる方、これどこだっけ、ブティック社さんですね、定価が1400円プラス税ですね。気になる方、これを探してくださいね。もうすごい可愛い、コンビつけ襟もね、こっちももう一回見せとこうか。こんな感じです。はい、では皆様、今日はここまでです。本当に近況報告みたいなしかできてないんですけど、また次回の動画までお待ちいただけると嬉しいです。はい、ではアンチョビでした。またねー。